は桜井です。イェイ。練習しててこのピッキングいいんじゃないかっていう持ち方に気がついた。これはいいんじゃないかって持ち方に気がついたので、共有します。で、ピックの持ち方ってこんな感じで持つと思うんですけど。で、自分がいいなと思ったのが、小指を曲げる。曲げて、小指を支点にする感じ。で、ピック持つときとこの親指と人差し指で挟み込むって書いてあるんですけど、挟み込むときにこう、握っちゃう、力入れてグーって握っちゃうと、右手がすごく力入っちゃって、こうずっと力んじゃう感じになるんで、まず緩めなきゃいけないんですけど、緩めるっていう感覚がいまいちわかんないときがあるんで、どっちかというと、この親指と人差し指に力を入れるのではなく、小指の、こういう曲げて、どっちかというと小指だけ力入れる感じ。そうすると、親指の力抜けてくるんで、小指のこの曲がってる関節のところに力入れて、こんな持ち方で、構えて、で、ここの小指に曲げた状態で親指をちょっと気持ち曲げる。親指の第一関節を曲げると、親指の力がちょっとずつ抜けてくるんで、この状態で弾く。この状態でやつだと、アクセントが入れやすくなるんで、アクセント入れるときは、そのアクセント入れる瞬間だけ、親指を、ちょっとだけ握る。握り込む。あとはもう挟んでるだけ。このブラブラの状態でこう挟んでて、で小指を曲げて、こう、視点はここら辺の気持ちで。で引く。小指曲げる方法は結構いいと思います。で、これはダメじゃねっていう例を、なんか、指の関節をこう伸ばしちゃうと、力が抜けなくて、脱力できなくて、力んだピッキングになっちゃうんですよ。例えばよくある、教本道具でよくある、このチョップ型にして持ってくださいみたいなパターン。これだとなんか肩とか疲れちゃうんですよね。あとボディにこの指を固定して弾きましょうみたいな感じ。これもこの緩やかな感じで出ない。で、基本的に弦感を調整するためにボディに当ててくださいみたいな感じで言われてるんですけど、当てるときは当ててもいいんだけど、絶対この第一関節とかを曲げて指を当てる。突っ張った状態でこういうのはダメ。こういうのはダメ。ちょっと大げさにやってますけどね。曲げる。関節を曲げるのが基本なので、あとは小指をぐーっと曲げて曲げると他の指の脱力ができる。で、脱力ができると32秒で弾くような速いやつができるようになります。こんな感じでどうですか？ちょっと試してみてください。ではでは。